テトスへの手紙は、新約聖書中の一書簡である。日本ハリストス聖教会では、ティトに達する書という。保守的な聖書学者、小山玲治は、この手紙はパウロが殉教する直前の AD67 年に、ローマの獄中で書いたものであると考えている。パウロからクレタに残された彼の弟子であるテトスへ当てた、形を取る。内容は、クレタにおいて、 長老と監督者を立ててもらうための依頼とその基準の教示異教、遺憾に対する警告である。文体や思想、パウロ時代の教会組織の構造との食い違い等から、近代聖書批評学の立場では二世紀書等成立の偽作と考えられる。第一手もて書に似る。なお、第一章には彼らのうちの一人、預言者自身が次のように言いました。クレタ人は、 いつも嘘つき、悪い獣、平らな退職感だ。という言及があり、論理学でいう自己研究のパラドックスの有名な例としてしばしば惹かれる。聖書の概説、小山霊児養分者テトスへの手紙1、1、ありがとうございます。